皆さんドローン飛ばしますか？どうもナンコツです。今日はですね、僕が、FPV ドローンを使って撮影とか行くときに、使っているパッキング術というかカバンの中身ですね、それをちょっと紹介していきたいと思います。よいしょ。基本的にこの、リュックですね、これトボルっていうメーカーのリュックなんですけれども、これ一つにドローンギアを詰め込んで移動してるんですけれども、これの中身について今日は紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこちらのバッグの中身をちょっと紹介していきたいと思います。基本的に僕はドローン飛ばしに行くときはこのバッグ一つ、あとプラスアルファでバッテリーたくさん使わなきゃいけないとかいった場合にはこういったバッテリーバッグですね。これどっちもトボルっていう会社のやつなんですけど、これ結構その FPV のドローンレーサーとかがよく使っているバッグで、すごいね、使い勝手がいいメーカーなんですけれども、こんな感じで、これは6セルバッテリーをまとめて入れているバッグ で、これもう1個あって、この中は基本的に4セルのバッテリーを入れてるっていう感じですね。はい、まあ、こんな感じで、バッテリー自体がすごいね大きい4セル6セルとか、まあそういった場合は、こういったバッテリーバッグをまあ別で持ち歩いてたりはしてます。はい、でもまあ基本的にこのバッグ1個でいけるようになんとかパッキングして、飛ばしに行ってるっていう感じですね。中身を開けて見てみたいと思います。でここが一応メインのバッグのメインのポケットになっていて、カメラバッグみたいな感じでこういった一個一個の部屋が区切られてるっていう風な形になっています。で、まあ、ここに、プロポが入っていて、でゴーグルが2つですね、こっちがオルカの、アナログのゴーグル、これとあとこれが、DJI のデジタル、これ V1 ゴーグルっていうやつですけれども、これを入れていて、これアナログモジュールも付けられるって、これデジタプターってやつつけていて、デジタルもアナログもどっちも受信できるようになっているので、もし、こっちに何かあった場合、これが予備に、アナログの予備としても使えるということで、これをいつも入れています。これがゴーグル用のバッテリーですね。これアンカーの 9V 出せるってやつですね、それを使っています。であとこれも、予備なんですけれども、 DJI、 これ DJI FPV についてきたやつかな、これもゴーグル用のバッテリーですね。でこれが、3セルのバッテリー、リポバッテリー入れてるケースで、マイクロドローンで撮影とかするとき、この3セルのバッテリー 530mAh のバッテリーよく使うので、この中に入れています。であとこれが、僕のメインで使ってるマイクロドローン、シネウプ東京さんのシネグローバーっていうフレームで、組み立てたドローン、専用ケースの中に2機入っているような感じです。ちょっとこれ微妙に設定を変えていて、この2機で撮影することがすごい多いです。はい、でこれが、撮影用のマイクロドローン2機で、あとまあちょっと細々としたものが、バッテリー、ゴーグルのバッテリーと、あとプロポ用のバッテリーの18650のバッテリー、 ND フィルター、レンズの曇り止めスプレーで、これがアンドゴーっていう、新潟、僕新潟に住んでるんですけど、新潟の長岡市にあるメーカーで、こういった布製の小物入れを作っている会社で、これを提供いただいたんですけれども、こんな感じでカラフルなやつ、4種類今使っているんですが、この中にいろいろ細々としたものを入れています。でこの一番ちっちゃいこの赤いケースの方には、これムキプロですね、これ割と扱い気をつけなきゃいけない精密機器なので、こういった布製のケースだと、レンズとかも保護できるのですごいいいかなと思います。これ一応3つムキプロは持ち歩いています。これだと割と雑にこうやって入れちゃっても傷つく心配もあまりないので、これはすごい便利だなと思います。あとこっちの長い方には電動ドライバーですね、はい、電動ドライバーとそのビット何十種類か入っているセットを入れていて、あとこれ歯ブラシですね、これが結構重要で、5インチ飛ばすときとか泥がついちゃったりとかしたら、もうこれでガシ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 やってきれいにしてます。
で、あとこれボンディックですね。これボンディックはもうめちゃくちゃ使ってますね。この光で硬化する樹脂ですね。はい、これめちゃくちゃ使ってます。なんか割れちゃった時とかの応急処置とかにも使えるんで、これすごい便利です。ボンディック、これも入れています。で、こんな感じでくるむって感じ。青い方はアンテナで、パッチアンテナとロングレンジ用のアンテナですね。はい、これを入れて、あと USB-C のケーブルだったりとか、あとこれは JDL 出る時のトランスポンダー、こんな感じでこの中には入れています。で、あとこっちのケースの中は、これは GoPro ですね。 GoPro が入ってます。 GoPro と Action2、 これもやっぱりカメラのレンズがね、すごい傷つくの心配なので、こういった布製のこの AndGo のケースに入れると、安全に持ち運びできるかなと思います。あとこれは、アナログのモニターですね。はい、これ意外と重宝してます。GoPro 用の ND フィルターです。これもたまに使います。で、あと最後にこれがタッパーこれ100均のタッパーなんですけど、この、ね、100均のタッパーがめちゃくちゃ便利なんですよね。こういった機体、これナノオクタっていう8枚ペラのオクタコプターなんですけれども、これが 99g 未満で、飛ばせるので、で DJI Action 2をここにつけて飛ばせるので、すごい重宝してます。これを設計してくれた、宮藤さんという方に、本当に感謝です。これをジャストフィットのこのタッパーに入れてます。で、機体はやっぱね、こういったところにボンボン入れていくのもいいんですけれども、ちょっとね、不安な場合はこういったちょっと繊細な機体とかは、こういったタッパーがねすごい便利ですね。で、特に100均のセリアっていうありますけども、そこにタッパーいろんな種類があって、このタッパーだとか、こういうタッパー、ちょっとちっちゃいタッパーにこれ6号のムキプロを入れてたりとか、だいたいこのタッパーごと持ってくっていうパターンがすごい多いですね。これ9号のムキプロ撮影機で、あとはこれ3インチ、こんな感じで入れてたりしてます。はい、このタッパーめちゃめちゃ便利なんで、ぜひ買ってみてください。これが一応メインのポケットになっていて、あとはこっちの側面のポケットに、ペラを入れていたりとか、あとはこっち側には、小物ですね。これ ND フィルターとか、こういった ND フィルターを、ちょこちょこ入れているっていう感じになります。まだまだ入りますね、これ。以上が、このカバンの中身で、これプラス、こういったリポバッテリーを、まとめて持っていって、いつも飛ばしに行ってます。何かの参考になればいいかなと思います。このチャンネルではこのようにドローンのことでしたり、いろいろガジェットについての情報を発信しています。なるべく分かりやすく情報をまとめて発信してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またいいねボタンも押していただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。